本当にね、あ、いや、これがなかったら読む日も明けないですよ。だから調理場で一番必要なのはね、まな板、包丁、山本電機って僕はいつも言ってんの。仕事はこれです。山本電機を使って簡単ハンバーグの作り方。この大根おろしもね、本当にこれでやると早くできるんでね、なるほど。もう仕事は早いです。山本電機推しですね、今日は。そう、山本電機。わかりました。いや、今日ね、楽しみなんですよ。これでね、いろんな千切りとかするやつで何でもできるっていうからね、そう今なんです。日教わろうと、一つよろしくお願いしまよろしくお願いいたします。そうなんです。今日は山本電機の営業の伊藤さんに参加して、先生、フードプロセッサーよく使われますが、山本電機まだまだね、十分力を発揮できてなかったらしいんですよ。なので今日ちょっとね、教えていただきながら。いや、お願いしますよ。いや、今ね、今の時代ね、これがなかったらね、もう調理場やっていけないから、本当に。本当ありがたいんだよ。嬉しいお言葉ありがとうございます。山本電機、おんぶに抱っこですからね、先生おんは。ぶに抱く。先生、今日はまずじゃあ何から。じゃあ一回ね、僕はね、千切りっていうのを、やってくれる？やってくどうれる。する？伊藤さんにやらせるんですね。こう、千切りこのぐらいの幅のやつか。それ僕は、わかんないんだ。やってみ言って。てください。どれくらいの大きさがいいか。例えば大根とかさ。この穴に入るぐらいの大きさに、していただけると助かります。そう。こんなんで。大丈夫です。そう。ありがとうございます。じゃあやってみて。ありがとうございます。そうしましたら、いつも先生が使われてるこの、フードプロセッサーですね。こちら通常だとこのいつもの、カッターですね、なってるんですけども、これをですね、今回このスライサーキットをオプションのものを使います。先生、このスライサー使われたことがいや、ない。まだないんです。初めて。だから僕はね、今今日いいなと思って。じゃあちょっとやっていただきましょうか。じゃあちょっと専用の、軸を入れさせていただいて、今回千切りだと思うんですけど、千切り。細いのと大きいのどっちがいいですか？細いの方がいい。細い方がいい。そしたらこっちサラのダ油。なるほど。細い千切りブレード。ちなみに裏側にするとこれスライスがこっちでできるように、スライスは。裏表で変わるようなものになってますので、今回は小の千細切かいり。方。こちらにボタなりンまですす。ね。それで。そして専用の蓋を入れまして、じゃあまずは人参からですね、こちら入れさせていただいて、でスピードはあんまりこう速くしすぎるとすごく細かくなりすぎてしまうので、緩い1ぐらいの一番低低速速で。がおすすめです。やられてみますか。どう？これで最後まではちょっとできないんですけども、こんな感じの。これ見てみよう。おい、これ。早いな、仕事が。はい、じゃあこれここ入れてもらおう。ありがとうございます。早かったですね。気持ちいいですね、なんか。もうあっという間にできてしまうんで。先生、こういう新しい機械好きですよね。これ大好きなんで。粗いのもありますけど、どうしますいや、粗いのいらない。こっちか。こっち。じゃあ続いて大根。いや、これここ一緒にしてこう置いときます。
さて、ああできた。これ刺身の妻みたいな感じの。うん、これ楽しいな。うち早速やってて楽しいよね、仕事が。おお、綺麗にできました。はい、はい、綺麗にできました。あ、今日もできた。はい、はい、これでサラダの材料が。あ、これサラダ、ね、多いとね。これとこれ、はい。これは何になるんですか？サラダ。あ、サラダ。さっきのサラダ。ハンバーグの添え物のサラダですね。うん。で、これ塩少し入れてね。塩、はい。昆布あったら昆布をちょっと一枚。これ水浸した。はい、あ、そこに昆布入れるんですか？うん。たて、うまたて塩って。サラダに旨味を足すっていう感覚があんまりないんですけど。ああそう、これね、これ和食の手口でね、こういうことをやっては僕は鉄人で勝ってきたんで、細かい仕事が ねあったわけですね。それから次は肉のハンバーグに移ると。近頃ね、油がね嫌いだってこうおっしゃるわけよ、近頃の人は。で、油を取って、もう。ああ。市販のひき肉だと、油が多いということですか？うん、まあそう。油も好きな人もいるからね。はい、一概には言えないんだけど。まあ、塊からいくことで、まあ、粗さだとかも調整できたりしますし、あとはスーパーで買ったものだと、もういろんなお肉をこうミンチにしてひき肉になっている。ブレンドしてますもんね。はい、じゃあこれをこんだけやればいいでしょ。よし、これで回りそうですか、このサイズで。回る、はい、大丈夫。はい、はい、はい、それで、まあ、カッターですね。もうこれはね、はい、もうね、これ得意中の得意だから。これは速度はどれくらいがいいんですか？これ中でいいんじゃない？中、はい、中速で、はい、よりになった。3で一旦行かせていただきます。ドキドキ何回かに分けてやると手製式。はい、どうだ。これ今もう少しやった方がいいですかね。あ、いや、こんなもんでいいんじゃない、うん、あっという間ですね。あっという間の出来事でありました。今日のはね、牛 100%。 なるほど。おー、きた。あー、赤いですね、うん、はい、白くないですね。で、これをね、渋六から七三このくらいのまで置いといて、それでこれをあの玉ねぎから行きますから。あ、大根から行こう、はい、よし、はい、大根か。はい、大根おろし、こっちでやられます。それそっちで。あ、そっち。あ、これもあるんだ。これは何ですか？これで、これでもできるんだよ。これは削る、グレーターっていう道具。じゃあ、じゃあ削るのあるんだから、削るやろう。じゃあそれやってくれ。もうここに入れて、はい、遅くが中速で、はい、中速、押さなくてもいい。押して大丈夫です。軽快になってます。もうほとんど。お、削れてます。ははー。大根おろし。あ、大根おろし。いや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 、あっという間に。これでもいいしね、うちはこれがなかったからね、カッターでやってた。あ、カッターでもできる。カッターでも同じ感じになりますか？なるよ。あ、そうですか。うん、こう玉ねぎのみじん切り。玉ねぎはね、カッターでいいんだよ。
でもこう疲れませんよね。もう大根おろし疲れますもんね。もう疲れるんだ結構ね。ねうん。それが生姜おろすとか大根おろす。うちも生姜もねこれでやる。仕事が早いんだ。おろし生姜ね。しかも危なくないですもん ね。指一緒にやっちゃったみたいな。これでね少ないとこれでできなかったらね。水をちょっと入れるとね、あの、どういう、ご存知でした？いや、これはもう、知らないでしょ。一応オリジナル。はい。水をちょっと入れるとね、勉強になります。これ見た方がいいですね。水をちょっと入れると、ほら。現場からの声。ほら。おお。全部。5秒の仕事、3秒の仕事だね。3秒。じゃあこれで炒めようか。あ、炒めるんですか。もう炒めちゃうんですね。そう。でこれは生で置いとく。出た。水分がちょっとあった方が炒めいいのね。このぐらいちょっととね。え、何入れたんですか先生。お酒。お酒。おで、お醤油ちょっとこのくらい。で、胡椒ちょっと入れようか。胡椒ちょっと。先生、これお酒を入れた理由は何なんですか。水分がちょっとあった方がね、炒めがいいの。お水じゃなくてお酒がいい。お酒の方がうまいから。ああ、うん。水でもいいよ。ああ、そうですか。水でもいいけどね。こんなもんで。これ肉の塊だけだとすごいなかなか保護するのが大変なの。水分がちょっと入るとね。はい。先生のハンバーグは先に火通しちゃいますよね。ああ、仕事も早いしね。うまいのね。もうね、ほら、もうそぼろができたね。玉ねぎの入ったそぼろ。牛のいい匂いがしますね、石の。ああ、そうですか。先生、これ手に持ってるお箸は、これはこういうのがいいんですか、やっぱり。我々これで。我々これで。そぼろを作るとき、この、もうできた。もう OK。普通はパン粉を入れるわけよ。はい。あれするとパン粉です、ね。だけど今日はね、じゃがいもをね、じゃがいもなんかも美味しいの。ポテトサラダ、はい、マヨネーズが入ったようなのあったら、あ、これ皮むいて。あ、これはもう茹でてある状態ですか。これ3分の1くらいで、これ2個あればいいよ。無理してパン粉がなければじゃがいも、うん、それからじゃがいもがなかったらご飯ね、残りご飯。ご飯でもいいね。ポテサラは出来上がってるポテサラ入れちゃってもいいですか。あればポテサラ入れる。いい。だから冷蔵庫に残ったものを上手にね、すると、その柚子のじゃがいもがつなぎになる。さてこれでいきますか。混ぜますか。はい、山本電機。はい。これも混ぜなきゃ。山本電機で使うんですね。うん、楽しますね。全部山本電機。これをね、味がやっぱり塩コショウ少しあった方がいいかな。はい、塩コショウしちゃった。あ、ちょっとじゃがいもにお塩とコショウ、うんうん、塩少々でコショウ。じゃあじゃがいも今日ちょっと多いけどね、いるよ、あるからの入れる。じゃが普通は想定よりちょっと多かったんですか。多いけどね、そういう窮屈なこと言わないでね、はい、これも中速ですね。これも中速ですね。中っていっぺんにガーッといかないでね、何回かにこう、うん、もうこれで OK。 はい、早いね、これがあると。このボールのまま寝かしたりとかも、家庭で作ることはできるときはできますね。冷蔵庫の中でステンレスなんで、これすごく軽くて、どうですか、重たくないですよね、あとはまあ衛生面も配慮して作っています。合わせ粉でいいか、これ何でも粉で、形にしていきますけど、
かなりちっちゃいですね先生。いや細長い。あ、また細長いバージョンですか。僕はね非常に上品なのよ。上品にしてきてるの。他の人よりもね、ええ、だから可愛い。ほらハンバーグだと空気を抜いてってパンパンとかやるじゃないですか。うん、そういうのはやられないですか。別にやんない。やんない。空気入ってた方が食べれない。なるほど。うん、あのもう空気が全部ないとね、あの硬くなりすぎる。さすがにハンバーグを六三亭で出すことはないですよね。あんまりないけどね、あのお客さん可愛くやったら喜んでくれるんじゃないかね。7割が煮えてるからね、普通のよりもすごく少ないあれで、うん、さてこれを何人盛るかで、これこう樋口、ね、これ食べてみる。ちょっと手でつまんで。いただきます。これにね、オリーブ油。美味しいですね。うん、これオリーブ油こう、あ、そこにオリーブ油。うん、これでサラダね。これ染めおろしっていうのね、染めおろし。これポン酢ない時はさ、はい、醤油にすだち。すだち和風ハンバーグ。はい、はい、これ2段重ね。うん、3段重ね。あ、もうピラミッド状になりました。はい、ハンバーグなのに高さが出てますね。うん、全部これ山本電機のおかげです。結構ハンバーグってこうなんか力仕事でもそこまでいきませんけど、うん、ね、結構練ったり大変なイメージ。よくやってるよね。ねえ、無駄なことだ。すだちを絞って。すだちがあるところがおしゃれですよね。うん、ね、レモンでもいいけど。これあの簡単にできた。これ山本電機に。いや、綺麗に均一にできてる。何秒かな。箸でこうほら、うん、ちょっとこうちぎれるでしょ、うんうん、美味しい。美味しい。初めて食べました。じゃがいもが、うん、入ってるから、はい、なんかどうなんですか、ハンバーグのような、うん、コロッケのような。やっぱり、ジャガイモの代わりポテサラでもいいっておっしゃってましたよ。箸で食べれる、うん、柔らかいからね。さすがこれってこの場でひき肉作ったんですよ。ちょっとあのやっぱり粗いから、あのお肉のこうひき肉よりもこう旨味みたいな肉の味が結構しますね。うん、そこ全部ね、うん、調節できますからね。おいしい、おいしい。うん、サラダも美味しい。サラダも美味しいですか。うん、サラダに昆布ってなかなか、うん、初めてですね。なんか野菜が一気に取れる感じで、あの家庭でも ね野菜不足、野菜不足っていうから、うんうんうん、これ皆さんちょっと食べてみていただけませんか。ありがとうございます。